Ai出発。はい、というわけでおはようございます。音焦げてっかな、これ。マイク入ってるかな、ちゃんと。本日はこんな雨模様の中、長野県に向かっております。おっとっとっと。雨のビーナスライン行ってもしょうがないし、昨日の本当に夜くらいまではもうやっぱやめようって思ったんだけど、たまたま昨日ね、曇りとか雨 あのビーナスラインに行くと、頑張って美しヶ原まで行けば、霧ヶ峰だったかな、美しヶ原だったかな、とにかく上の方まで行けば雲海が見えるみたいな動画をたまたま見てしまって、それ見ちゃったらね、ちょっと見たいな、雲海みたいな感じになったのと、なおかつね、新しいレインギアをいくつかゲットしたので、ちょっとそれで強気になっているというか、その新しいレインギアをね、試してみるいい機会なのかなみたいなところもあって、雨ツーリングを強行しております。とりあえず今はね、ちょっと小雨程度というか、じんわりシールドが濡れるくらいの感じの、うっすら濡れるくらいの感じの雨なので、これぐらいだったら楽勝なんだけど、さっきね、沖津抜けて富澤郡の手前ぐらいまでかな、ちょっと割としっかりした雨に降られて、すでに、なのでね、のんびりゆっくり安全運転で行きたいと思います。この辺鹿飛び出してくるの、怖い怖い怖い、そんなの。というわけなのでね、今日は GoPro にね、マイクアダプター挿すことができなくて、マイクアダプター挿すとね、雨入ってきてカメラ壊れちゃうんで、どうしようもないっていう、今まではね、そうだったんですけど、新しいね、マイクを導入したので、今日はね、試験的にヘルメットの中にね、マイクを、 DJI マイクをね、仕込んで音だけ別撮りしてます。これ使えるようになったらね、かなりいいと思う。これから下部でまた高知に帰るなり、9月にロングツーリングする時もそうなんだけどね、1日雨の中走ることもあるだろうしね、そういう時に音何も取れてないとね、本当なんかもう動画にならないので、これで DJI マイクで音だけ別撮りできて、で映像をね、このインスタ360と GoPro の映像と音声合わせて使えればね、雨の日も普通に動画が撮れるという、果たしてそううまくいくかわかんないんだけど、ただね、新しいラフロのね、カッパもね、ゲットしたんだけど、朝ね、慌てて出てきたら、今まで使ってたね、前のカッパをそのまま着てきてしまって、新しいカッパを試すツーリングではなかったのかっていう。でもね、新しいカッパね、バッグに入ってます。後ろのシートバッグに、もうシートバッグにそもそも詰め込んでる時点でちょっといろいろ間違ってるけど、後ろにね、新しいカッパを詰めつつ古いカッパを着て走っているという。このぐらいの天気だったらね、バイクで走る分には全然いいんだけど、ご覧の通りね、景色は全然別に良くないので、で頑張って霧の中ね、霧を抜けてね、ヴィーナスライン走ってね、美しヶ原に行って雲海見れたらすごいラッキーだけど、もしかしたらね、美しヶ原も真っ白かもしれないし、なかなかそこが悩むところだよね。でも本当に今回はその9月にロングツーリングする練習みたいな、いろいろね、試しながら行く、この雨仕様のね、撮影のテストでもあり、いろんなことを試してみたくって来ているので、
あでもね、このマイクがもしかしてすごい風切り音を拾ってるかもしれないから、どんだけ使えるかっていうのがちょっとわかんないんだけど、これが本当にうまくいけばいいな。そしたらもう無敵じゃん。なかなかね、雨のツーリングで音声まで取れる人いないと思うんだけど、わかんないな、いるのかな。今までね、それこそカブで高知帰ったりとかね、去年あたり九州の阿蘇なんかも走ったりしたんだけど、まあ常にパパが一緒で遠くに行くときにはね、でまあベテランライダーのパパが前を走ってくれて、その後ろを私はね安心してついていくだけだったので、自分一人で遠くまでソロツーリングに行くっていうのは今までしたことがなくって、それをねこの9月にちょっと挑戦してみようかなと思ってます。果たしてお目当てのお店に行けるのでしょうか。ちょっとねめちゃめちゃなんか好みのカフェを見つけてしまって、まずねそこを目指して今走ってるんだけど、なんとなくうっすら雨降ってるんだけど、向こうねちょっと明るいからちょっと期待したいな。本当にね2日間のうちにね、本当数時間でもいいから晴れてくれればすごいラッキーなんだけど、ずっとこんな感じだとね、まあビーナスライン行く意味はないよね。まあでもねカンカン出るよりはいいかも、涼しくて。もちろんね晴れてる方が全然いいんだけど、長距離ツーリングで結構1日いっぱい走るっていう時にね、あんまりカンカン照りでもねちょっと体力的に厳しいかもしれないから。そうそう、でね1個失敗したのが、私ラフロのね雨用のグローブあるのに、今日メッシュのやつしてきちゃって、もうすでに手袋はね中まで染みてます。まあ、でもメッシュの手袋なんかね一晩乾かしとけばきっと乾くし、夏はね別に手ぐらいは雨で濡れてもそんなに不快でもないから、まあいいかって感じなんだけど、あなんかちょっと明るくなってきたじゃん、ちょっと頑張れ頑張れ頑張れ。まあ一人でね知らない土地に行くと、原付走っちゃいけない道路とかもねナビで誘導されちゃったりすると怖いんで、ツーリングサポーターっていうねバイク用のナビをねサブスクでお金払って入りました。まあ、それこそね下部で高知に帰ることもあるし、ロングツーリングでね使うこともあるんで、ツーリングサポーターだとね原付は通れない道は設定でね避けることができるので、まあ安心といえば安心。どうしよう、カッパ脱ぎたいな、誰も着てないなカッパだけど、まだちょっと怖いな脱ぐの。ツーリングサポーターねプレミアム会員っていうので年間8000円くらい、結構なお金払ったんだけど、あれ結構ねツーリングワップル高いから、ちっちゃい方が2000円ででっかい方が3000円ぐらいするもんね。あれだから年間3冊買うんだったらプレミアム会員になった方がいいかなということで、今年1年間は8000円払ってみようという。5時に起きて今日行こうかどうしようか考えようって思って、でまあね雨降ってなかったら6時ぐらいには家出ようって思ったんだけど、朝5時に起きたらもう全然静岡降ってて、雨普通に降ってて、いやもうこれどうしよう、やめようかな、また寝ようかなって思ったんだけど、まあ一応天気予報を開いてみたらね、だんだんなんか雨上がって晴れてくるみたいな、静岡はね今日はもうなんか昼くらいから晴れてくるみたいな予報だったし、もう7時くらいにはもうね雨止むみたいな感じだったから、あじゃあちょっと雨上がったら出かけようかなみたいな感じで、朝もずっとギリギリまで悩んで、そしたら結局ね6時半にはもう雨上がってたので、それで出てきました。もう悩むくらいだったら出ちゃおうみたいな。
何かをねやろうかどうしようか悩んだ時は、もう悩んだ時はやろうっていう風に決めてて、まあ、当然やりたくなかったら別に悩まないし、今日もね朝から本当に土砂降りだったら普通に悩みもせずに、あダメだこれやってなっただろうけど、悩むっていうことは、まあ、できる可能性があるということだし、はい、あー涼しい、カッパ脱いだら涼しすぎる、ちょっとメッシュだと涼しすぎんな、いろいろやることがあって一旦止まりました。あーでもなんか寒い、メッシュだと寒いぞこれ、これ多分ビーナスライン行ったら超絶寒いな。まあそしたらちゃんとした方のカッパ着よう。今ねカッパの上はねあまりに暑すぎて脱いじゃったんで、途中寒くなったらまた着ようかな。で今ね行きたいなってちょっと気になっていたスペイン料理が出るというペンション予約してみました。一応予約取れたっぽいんだけど、どうなんだろう。でそこはねなんで気になったかっていうと、まあもちろんスペイン料理好きだからスペイン料理食べたいっていうのもあるんだけど、なんかオーナーさんがバイク乗りみたいでライダーさん歓迎って書いてあったのが結構大きくて、やっぱりねそういうところの方がね気軽に行けるっていうのもあるし、ちょっとね楽しみ。もともとねほんとスペイン行きたくって行きたくってスペイン語ずっと習ってたから、スペイン料理もね大好きだし、わあよかった、朝思い切って出てきてよかった。まだこれからね大雨に降られるかもしれないけど、今の時点では私の判断は間違いではなかった。気持ちいいもんこんなに。まあね雲はいっぱいまだあるけど、もしかしたらあれ本当にビーナスラインで雲海見れるんじゃないかな。ちょっと行ってみちゃおうかな、まあ、霧を抜けなきゃいけないけど、甲州街道、こちらは甲州街道、あ北斗市入った、道の駅白州もうすぐかな、はい北斗市入りました。道の駅白州におります。カッパ脱いだけどなんか暗くなってきたな、やべえな。カッパ脱いでねもうカメラにもねマイクアダプター挿したので、マイク2台体制で GoPro の本体マイクと DJI マイク、音声ね二重で万全に撮っているんですが、雨降ってきたらまたすぐ外さなきゃいけない。ハッピードリンクショップ発見、カーブが連続します、はい、ありがとうございます。あ、長野県入る、おー長野県に入るよ、初一人で長野県。はい、長野県突入です。初めて一人で長野県来ました。なんかねかおちゃんとかはね長野もあの諏訪まで一人でパン買いに来たりするらしいので、みんな下部の人ってちょっと距離感おかしいよね、パンを買いに諏訪湖まで来る。長野一人で走ってるよ。でもね長野も本当にね昔スキーでよく来たから、で SSTR でも走ってるし、まだそんなに一人で知らない土地に来た感はない、知らない土地じゃないし。安売り天国、何それいい天国じゃん、何その天国。南インター、諏訪南か、ここ今どこ走ってんのかさっぱりわからん。あ、アルパカ牧場この辺なんだ、ちょっと気になっているアルパカ牧場。よいしょ、なんかすごいね今から行くカフェがね分かりづらそうだったんだよな、大丈夫かな、すぐ分かるかな。
一瞬雨がパラついたけど大丈夫そう、よかった。雨来たらやべえ。まあでも雨来そうだな、あっちあっちやべえな、やべえ方に向かってんな。これこれ八ヶ岳エコーラインだ。はあ、なるほど、いいね。おお、青だった。八ヶ岳に向かって走っていくのか。でもな、今日真っ白だもんね。よいしょ、あれももしかしてカフェ近いのかな。およそ300メートル先、右方向です。どこ？その先、およそ200メートルで経由地付近です。お、近いの？300メートル先どこ？どれだろう。あ、これ？あ、これだ。当選棒。ソートカフェ、これだ。こっちだ。経由地付近です。着いた。戦棒カフェでした。立科湖ヴィーナスライン、道の駅ヴィーナスライン立科に向かっていきます。今ね、ご飯食べてる時にめちゃくちゃ雨強くなって焦った。さっきまでね、そんなに大した雨に降られず走ってきたんだけど、ご飯食べてたらすごいたくさん雨降ってきて、わあやばいと思ったけど、またご飯食べ終わる頃にはね、雨が止みました。ラッキーだよ私今日。え、どこ、これ、これ、右方向。あ、そう、よかった。今のカフェめちゃくちゃ好き。もうね、すごいこういい雰囲気の古民家で、なんか出てきたね、ご飯もね、すごい素朴な感じのお野菜とおにぎり、素材の味が生きている。それでね、なんか作家さんのね、器とかもたくさん置いてあって、もうね、めちゃくちゃ好み。もっと本当にゆっくりしてたいぐらいの、めっちゃいいカフェでした。本当になんかね、日帰りでここに来るためだけに、日帰りでね、ヴィーナスラインとかもね、寄らずに帰ってもいいぐらいの、そのぐらい気に入った。今日ね、本当このカフェに来ただけでもね、雨の中来た甲斐あった。マジでちょっとさっきね、めっちゃ雨降ってきた時にはどうしようかと思ったけど、わあでもね、本当良かったわ。あのカフェ行けて最高、めっちゃ良かった。
今のカフェ行けただけでも本当最高に良かった。またね、平日だからね、平日でも結構人気あってね、混んでるみたいなこと書いてる人もいたんだけど、今日はね、まあ、雨っていうこともあってか全然混んでなくて、お庭をね見られる、お庭を眺めながらご飯が食べられる席だったんだけど、めちゃくちゃ良かった。でなんかね、雨のお庭がまたすごく趣があって、雨に降られても来て良かった。意外とね、雨ツーリングありかもしんないな、スポットによってはね。今のね、本当雨の庭がね、こう緑色のね葉っぱにからね、こう雨の露が滴る感じがね、めっちゃすごい、もうこう癒しで、マジでよかった、本当もう最高。一応蓼科高原に向かっているのだけど、まあ間違いなく雨でしょう。それを承知の上で行く。もうあんまり雨ひどかったら早めにテンション入ろう。これか、これね、蓼科白樺湖。はいはい、雨なのでゆっくり行きますよ。お、ヴィーナスライン入る。いよいよ入ります。雨のヴィーナスライン。